こんにちは、ショーです。今回はね、うちのコース、46路オフロードコースでねやってるバッタカップね、魔改造クラス第5戦の模様をねお送りするんですけど、ここにある残骸はねちょっと後でまた説明しますね。で、大分の方はね、まあいつも言ってた通りちょっと秋めいてきてたんだけど、この日に限ってはねすごくなんか夏っぽい蒸し暑い感じでね、結構過酷なレースだったんですけど、まあそれが原因でこんなになっちゃったわけじゃないんでねこのことはちょっと置いといて、とりあえずね今回からは、魔改造クラスのみをねエントリーしていただいた方の魔改造をね、見ていただこうということで、それぞれねレースの間に、マシンのね紹介を入れてますんで、ぜひねその辺も楽しみながらご覧になってください。エントリーナンバー1番久慈選手の魔改造マシン、実際レースを走るのはこっち、走ったのはこっちってことですよね。久慈さん、どこがポイントなんですか？あんまりないんですよね、難しいことしてないんで。このここのリンクってことですよね。リンクだけですね。あ、その真ん中は？真ん中がですね、だってこれを支点にこうもうカッコンとあれを防止するように。え、それ何でつながっちゃうの？これ裏からビスでパイロットで普通に。あ、で、オーリング？はい、ここオーリング干渉防止に出てるだけ。あ、ほんと、バッテリーの裏からビスでオーリングでボールエンドが入ってるだけですね。あとは特に大したものがないですこれ、この辺は？この辺はですね、ドリフトの時のこうステアリングラップ延長した感じね、うん、延長した感じでここに強度を持たせようと。それぐらいですね。なるほどね。あとはちょっとウェイトが少し乗ってるだけです。フロント側ももうほとんどノーマルですよね。フロントもほぼノーマルですね。 CVA です。あ、なるほどね。え、これはバンパーは？バンパーで、ね、これ何だったかな、DF かなんかのバンパーを無理やりビスで、あ、なるほど、はい、引っかかり防止に。こっちは走らなかったやったのやつねやりすぎました。ははー、頑丈です。ほんとね、ここに押さえが欲しいですね。ダンパーをつけようかと思ったんですけど、ね、手持ちのでちょっといい感じのがなかったんです。このロールの やばさはちょっとやばいわな、ロールしすぎて走れません。ほんと、超高級カスタムパターンなこした。はい、車種より高いですね2台買えます。そうね、すげえな。よし、じゃあ魔改造クラスいきますよ。第1ヒートね、じゃあスタートします。5、4、せーの、嫌な音がしたな今。めちゃくちゃやちょっと。もうかい。意外と追いつかん。ど真ん中におるけ。え、本当ど真ん中持つ。あ。さすがに起き上がらんだ。カウンター。危ねえ。うん、危ねえ、不安、こいつは飛ぶと危険やけんな。おお、エントリーナンバー2番タロマン選手の魔改造ですね。これ実は第1回で優勝した車を
さらにいろいろやってね、前回ちょっと走らなくなっちゃったやつを元に戻す方向ね、バランスよく、バランスよくねあ、もうやってるのはね結構もうガッチャガチャにやっちゃってますね。もうでも意外と動き自体はね、でこのホイールもなんかまっすぐ回らないっていうね、このね、いつも気にしない、ああこの斜め具合ですからね、なかなかいいですよね。あ、タイヤ外れてる、外れちゃう、あ、外れちゃう、どうや、外れてました。それはどっか飛んでいくわ、それは接着した方がいいですよ。あとはね、もう言い出すとキリがないんでね、なんとなくこの画像からじゃない、動画からちょっと悟ってほしいんですけど、結構いろんなことやってます。バッテリーなんかもこんなちっちゃいね、何用かわからないバッテリーついてますけど、メカも全部下に積んで低重心にして、なぜかフロントもこの太いタイヤが一番バランスがいいっていうね、まさに魔改造っていう感じで、嫌いじゃないですね。はい、じゃあ第2ヒートをスタートしますよ。トップの方カウントしてくださいね。じゃあスタートします。 GO!4、タイヤがおかしいね、あぶねえ、リアの、そう、先頭くじさん怖えな、ちょっと、あーもうなしか、よっしゃいやーダメや、じゃあけん太郎ちゃんが後ろにおると怖えんよな、もうそうね、抜けんのよ意外と2周目え、2周目か、これ3周目やねんか、2周目終わりってことでちょっとうわあーやばい、やられたやばいやばいやばいいや、完走することが、これで3周、うん、これでゴールやね、終わりはぁ、難しいなこれ、エントリーナンバー3番ウエキン選手の魔改造マシンですね。でもフロント周りなんかはね、見ての通り普通ですねグラスホッパー2な感じね、普通に CVA がついてて、あ、トレッドをあれだ、このアップライトで広げてるんですね、あこれね、スペーサー入れて、そうだわ、じゃないとリアとのバランスが悪いもんな、問題はリアですよね。出ましたさっきも 出たでも久慈選手の車に比べると、この横から見たこの角度がね、やっぱダンパーの取り付け位置が違うから、あ、本当に、あでもやっぱりこれロールはすごくやばいですね。これオイルちゃんと入ってるんですよね。オイル入れてる、へぇ、スペーサー入れる、いやいや、スペーサー入れる、ちょっと何で、ピッチもロールも結構やばいもんね、超高級カスタムパーツ、面白い。で後ろはレバーの上とかを風が好き。あ、これね。このバーベルみたいなやつね。で、ケツのドレッドホイール。かっこいいな。ホイール。ああ、ホイールをかまして。ホイールをかましてトレッドを拡大。はっはー。これなんかあれ
あの人もやってましたよね、この前。あ、テロカ。あ、そうそう、テロカさんも前回やってた。テロカのはツーリングのホイールで、自分のはドリフトのホイール。なるほど。よし、じゃあ第2ヒートね、あ、第3ヒートか、スタートしますよ。5、4。ファイナルラップ。あそこは飛ばん方がいいんで。いや、俺もうまいことやったら飛べるんやけど、ちょっとリスクが高すぎるんよ。イエーイ。リスク高いな。兄ちゃん待って待って待って、まだレッシュよ。嘘やろ。違うタイヤにしよう。もう、ああ、ほんとや。はい、ゴール。はい、エントリーナンバー4番、昭和46郎でございます。こんな感じになっちゃってますけど、これはね、もう以前に挙げたね、グラスホッパー380の、中でね、もうご紹介させていただいてるマシンなんですけど、このね、例のボールデフのテストをやった、まあ実際テストをやったの動画のこれ前日がこのレースっていうことで、簡単にね、このマシンを説明します。バラバラなんですけどね、フロント周りで言うと、例のね、佐藤ファクトリーさんと一緒に作ったこの黒砂糖っていう、簡単ダブルウィッシュボーンね。で、トレッドを拡大してダブルウィッシュボーンになってますと。スプリングはね、これなんか市販 あのラジコン用じゃないね、なんか市販の汎用のスプリングで、まあなんとなくこれかなっていうようなやつをね、未だに使ってます。ということで、非常にフロント周りはね、シンプルなんですね。アップライトは確かこれ DTO ですね。で、マイクロサーボを積んでやって、メカ関係は特にうんぬんはないけど、一応ショートリポをね、少し前寄りに搭載してます。で、あ、まあ、ご覧の通り、まあ、オイルダンパーはね、フロントついてないんですけど、リアはね、このオーネット純正のオイルダンパーそのまま使ってます。足回りの機構もオーネットのローリングリジットね。で、これも前回のそのグラスホッパーの動画でお話しした開き止めをね、こんな感じで、つけてます。ここがね、開いてこのギアボックスごとボトって取れちゃうみたいなね、そんなことが結構頻発したもんですから、これをつけてからはとりあえずは大丈夫。まあ、ただバンバンね、ジャンプは飛んでません。あとはさっき言ったこのね、ボールデフ、これを入れた状態でレースの方はね、走ってますんで、まあ、その辺ね、他の車に対してあのトラクションがどうなのかみたいなところもね、見ていただけると面白いかと思います。はい、じゃあグラスホッパー380魔改造クラス決勝スタートします。5ラップね。じゃあスタートします。5、4。
えー、マジか、俺もしてるまた屍屍屍屍屍てます。あぶね、ちょっとは安全にと思ったらそこでいい。ど真ん中やけ、裏書きやな。あぶねえ。これタルちゃん何周目？これ4ラップ目。ケツがもう言うこと聞かん。あぶねえ。あーしかばねー。はい、ファイナルラップ太郎ちゃん、ファイナルラップ、もうウィニングランやん。いや、俺もうアクセル緩めん。おお、期待しとんで。あぶねえや。おーい、優勝おめでとうございます。I'm just sitting here